皆さんこんにちは、うさです。今前日搬入を終えて帰るところです。いやー、なんか思ったよりちょっと横幕の長さが違ったりとかトラブルもあったんですけれど、とりあえずは明日の雨に備えてブルーシートで全部覆ってきました。というわけで、明日ドキドキワクワク、あと心配もあるんですけれど、無事3日間終えられますように頑張ってきます。ではまた明日。今からですね、バイトの方が今日いらっしゃるのでお迎えに行ってこようと思います。もうだいぶ人もいなくなりましたね。午前中は結構雨でも歩いてる方いらっしゃったんですけれど、多分きついかな今日は。ちょっと明日晴れた段階で落ち着いた状態で展示のこととかいろいろお話できたらなと思います。はい、というわけでですね、さっきまでちょっと大雨すぎて今はもう止んだんですけれど、もう運営できないくらいの状況になったので早めに撤収をしました。1時間ぐらいかな、1時間ぐらい早めに撤収をしました。いや、賢明な判断だったと思います。もう明日から気を取り直して、1日晴れるみたいなので頑張って、皆さんお迎えできたらいいなと思います。昨日は雨だったのでちょっと奥の方にディスプレイしてたんですけれど、今日は、日差しが当たる手前の方にしました。こんな感じです。で、昨日他の店に比べて結構寂しかったので、簡単になんですけれど造花をちょっと置いて、で高さ出してあげたりとか工夫しました。下に簡単なちっちゃいゴミ箱の箱を置いて今こんな感じでディスプレイしています。やっぱり高さがあった方がお客さんも見やすいですし、あんまり接客している側の気配を感じないといいますか、近寄りやすくなるのでこうしてみました。On today, I don't care what you say, and I'm ignoring my phone, so don't try to reach.
touch me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. Cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay. When life tries to test me, I take it one day. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom, I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and let go inside. Oh, make today just a little less Monday. 本日ロハスフェスタ3日目がスタートしました。ちょっとですね、今日はあいにくの雨で、もっとパラパラの予報だったんですけれど、実際には結構降っているかなという印象です。ちょっと床もだいぶ、床って言わないですね、芝生もだいぶ水浸しになっていて、長靴じゃないとちょっときついかなといった感じです。今日は皆さんやっぱブルーシートを横にかけられてますね。結構横に雨が降るとだいぶブルーシートを張ってないときついかなという印象です。ただ私は角度が結構良くて、この横の店舗さんがある方から風が来ているので、だいぶ守られているような環境になっています。では今日も一日頑張っていきます。せっかくなので、商品のこの陳列に関する紹介をしていこうかなというふうに思います。まずですね、この看板を必ず立てないといけなくて、こんな感じなんですけれど、なのでこの看板の部分はあんまりメインの商品を置かないようにしています。ちょっと芝生が気になるけど、でですね、写真を分かりやすいように一応こうやって配列をしていて、今回は、初めてこういったロハスフェスタというイベントで参加させていただいたんですが、ちょっと反省点としては荷物が丸見えなので、皆さん結構斜めにカーテンとかで仕切りを作られてて、それは今度からちょっと実践したいなと思ってます。だいぶ汚いですよね、見た目。まずちょっとお値段高めのものは全て棚の上に載せるようにしています。どちらかというと、売りたい商品というよりは見せたい商品として、私が、頑張って作ったよみたいな商品を棚に載せるようにしています。天然石全部一緒にギュッと置いてあげた方がお客さんも見やすいですし、見る楽しみも増えるかなと思うので、こんな感じで天然石は一つの場所にいつも集めるようにしています。でただ平置きだとちょっとお客さんも見にくいかなと思うので、こういった感じで縦にちょっと立てるような形で、ただディスプレイとしてあまり高さは出しすぎない感じで私は展示をしています。であとこういった小物で高さ出したりとか、あとは石に関連した写真を石の横にこんな感じで置くようにしています。でちなみにこちらは古本屋古書店で購入した、ミニアンティーク本になっています。であとは、物は全部同じ系統で揃えるようにしています。これだと、リングカフといって指輪 と、イヤカフが一緒になったような商品になっているんですが、それはそれ同士で一緒に置いています。こんな感じのちょっとフリーリングのようなデザインになっているリングカフです。であとこれクロワッサンリングは結構見た目にも楽しい作品ですし、あとお客さんが手に取った際にこれクロワッサンリングって言うんですって言ったらちょっと楽しいかなと思って前の方に今回置かせていただきました。であとこれとかもすごい人気の作品になっているので、こんな感じでちょっといいラインに置かせていただきました。で後ろになればなるほど視覚的にあまり目につかないかなと思うので、真ん中ら辺に重要度を増した感じでここは置いています。はい、では次こっちのゾーン紹介していきます。まず写真立ては選ぶ際に結構注意して、自分のブランドのコンセプトに合ったものを、見つけるまでは買わないと決めて購入するようにしています。こんにちは。
で今回の新作はこちらですね。あの前にこのキーのラクレっていうあのネックレスを作ったんですけれど、これに合わせて今回新作を作りました。パールと合わせたようなネックレスになっていて、最近結構こういう、ま、パールに何かつけているようなアイテムをよく見るので、私もちょっとそういった感じで自分のコンセプトに合わせて作りたいなということで、今回鍵穴のネックレスにしてみました。結構あの皆さん可愛いと言ってくださっているので、作ってよかったかなと思っています。初日はですね、あの増加がなかったんですけれど、他の店よりあんまりなんか華やかさが足りないかなと思って、急遽家からの増加を少し置くようにしました。だいぶ雨が上がって人が戻ってきました。ありがとうございます。Dress on today. I don't care what you say, and I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. すごい全部止めてらっしゃるんですね。はい。へえ。これあの留め具のところも真鍮なんです。あ、そうなんですね。あえてもうちょっと安定的に。うんうん。可愛いですよね。子供。お子さんとかつけてたらめっちゃ可愛いかも。液体つけてって感じですか。あ、そうですそうです。そうなんです。これとかめっちゃ綺麗に色出てますよね。そうなんですよ。
なんかその時の気温とか湿度とかによっても出方が違うみたくて、うんうん、はい、その日によってへこのちょっと黄色いようなのが混じったりとか、うんうん、こんなの見たことなかったんで、うわーと思って。あ、そうですね。なんか着色にすごく興味が出てきて、最近どうでできることをいろいろ。これとかも色違いますもんね。そうなんです。こういう状態で置いてるんですけど、はい、ここにひっそりと苔のような、かわいい、はい、シーグリーのようなものがこう、なんか作ってるものが全部繊細で細かすぎて、ずっとこれ近くで見たいなと思って、はい、これとかもちょっと、そうですか、そうなんですか、すごい、どうやったらこんな色へえ、それ何やろうってちょっと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。皆さんこれ先ほどの男性の方、貝で作られたんです。あ、わかります、わかります、貝っぽいですよね。お子さんは虹色ってすごい見えます。楽しいですね。すごい素材は真鍮なんで、あ、裏はちょっと真鍮っぽいですね。そうです、裏から焼き付けてるんで、火入れバーってそうです、したらこの色が出る。そうです、多分あの子でも他の方は一緒にやってるんですけど、でも出ないって、だからコツとか多分そう、多分そう、微妙な火加減とかで出る。そうですね、火の入れ方とか、すごい。そう。まあ、これ一本でされています。そうですね。あ、すごいですね。いや、尊敬します。すごい。はい。一本とか、ま、なんかカフェの2階にアトリエがあるので。あ、はい。手伝いだなとか、めっちゃ理想です、なんか羨ましい。今から家帰ります。お疲れ様です。また後日動画撮ります。はい、というわけで、ロハスフェスタから一夜が明けました。もう昨日はあのテントを畳んだりとかで結構搬出するのに荷物が多かったので、すごいドタバタしてしまって動画を撮るちょっと余裕がなかったんですけれど、今日一日明けてちょっと動画を撮っています。今回 YouTube をご覧いただいて、来店してくださったお客様もいらっしゃって、とてもすごいあの勇気づけられましたし、元気が出ました。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。昨夜から一夜明けたんですけれど、ちょっと明日私がトイルハウスさんの搬入があるんですけれど、それができないので事前搬入という形で、今日納品しに行かないといけないので、今ちょっと段ボールだらけな状態で撮影しているんですが、まず雨がすごい大変でしたね。そう予想はしていたんですが、想定以上にちょっとすごすぎて、芝生広場でやったんですけれど、もう地面もドロドロ、もうドロドロどころか、水がひっきりなしに川のように流れてくるような状況で、でテントが自分で持っていたテントだったんですけれど、全然雨に耐えきれてなくて、横の端っこのあの方から雨漏りしたりとか、もう開けて入れるような状況じゃなくなって、初日はちょっと早めに終わらせていただきました。で
2日目からが本番という形でちょっと挑んだんですけれど、2日目は本当に逆にもう晴天すぎて、前日の寒さとは日じゃないぐらいに暑くなったんですけれど、あの横でちょうど吉本のなんかイベントをやってたのかな、そういったのもあって、あのたくさんのご来場者さんがいらっしゃって、たくさん見ていただけて、本当にあのいい期間になったなというふうな印象です。3日目は雨が最初降っていたんですけれど、その後すぐに晴れて、晴れてからはすごいお客さんもたくさん来てくださって、知り合いの方も来ていただいたりとか、いや本当に皆さんに感謝しかない3日間になったなというふうに思います。はい、という感じで、結構ドタバタした3日間でしたが、自分にとってもすごいいい経験になりましたし、なんか来てくださった方がやっぱいらっしゃったっていうこと、あの委託販売では皆さんにお会いすることがいつもできていなかったので、お客様とお会いできたっていうのがまずすごい嬉しかったですし、私にとってもすごい学びの多い期間になったなというふうに思います。はい、という形で、今回はですね、ゴールデンウィークの3日間で、出展していたロハスフェスタの様子をお送りしてみました。では今回の動画は以上になります。では次回の動画でお会いしましょう。